おはようございます。一人旅行行くんすよね。じゃあお前さ、土日入れる言うてたよ、面接の時にさ。はい。お前から言い出して土日入るって。はい。こんな毎週休まれたら困んない。じゃあそんな居酒屋で土日休まれたらこれ赤の分かってるやん、長いんやから。まあはい、うん、じゃあお前どっちか入れよ、これ27、28、どっちか。友達と旅行行くんで決まっちゃってるんですよ、ね、旅行ね。分かった分かった、はい、じゃあ旅行行って、じゃあ28のね、日曜日、夜8時から入れとくから。えこれやったら帰ってこれるやん。ちょっと旅行早く帰ってきてすぐこう来たらいけるやろ。もう入れとくわ、うん、入ってな。マジっすか。うん、はい。
よし、そうです。おはよう。お前、今日もギリギリやん。いやいやいや、結構余裕ある。いや、やばいね、もう5分ぐらいあったらいけるからしょ。やばいって。今日暇そう。今日は予約2件かな。は？かもや2件。いや、お前余裕やけど、お前、あっすぐのマシン店長って機嫌悪だった。はぁ？だるい。だる。お前さ、仕込みの仕事やろ、店長の機嫌と。だるいって。ちょ、お前、早く帰る。うん、行くわ。新餃子でーす。本当は何？どうした？あれ。ゆで。思ったより忙しいな。予約のリクルじゃ来てへん。ここに。ラバーもちもち締めていくか。予約すぎる。まだ8時や。まだ。違う。ノーゲです。ガチ来ました。あそこノーゲです。帰った帰った。ガチ帰った。でか。行く。あいつはガチで店長。あいつ、あじゃああれあいつ5時に来た。タイムは。え温度それ。よかった。ちょっと寝とる。いいか。早く帰って。腹減りました。あ今日のまかないは。待てマクロパリアル。うせや。えいめちゃめちゃあるの。でかわきいいじゃん。お前センス悪い。なんでやねん。センス悪い。手かわきええやろ。ちゃうやろ。これマグロ丼行くしかない。どう行く？ひたーちょっとサーモン入れてほしいわ。あ、サーモン行く。サーモン入れよう。うわ、うまそう。お前、お前、お前、そんなね。お前、そんなね。言うといてくれやん。何してんねん、お前ら。何ぺちゃくちゃ喋ってんの？手前からって何喋ってんの？お前、今日の時間もギリギリに来てるしよ。やってないの？名札どうしようかね。あ、そうそう、忘れて取ってこいよ。お前さ、ほんまにさ、そういうとこ、今日ギリギリに来るからそういうのも忘れちゃうのよ、名札とか。なんか、お前、暇な時どっちか休憩で言うてるけど、お前、行ったもん。多分2人で遊んでるよ。ギリです。行けよ、それも考えてやるよ。だから暇なんやと、お前な、もう、ホールってお前、部下全部開けよ。もっともかけろ。お前、キッチンなんやろ。キッチンやったらもうなんかダクトとかそうしたいのも小分けとかも残ってんやから考えてやれよ。頼む。あ、行けや。やれ。あとあのあれだ、組織にも言うといて、もう上がれっつって。うん、ああ